はい、皆さんこんにちは。こんにちは。前回の動画で、今このね、あの壁ができましたっていう動画を撮ったわけなんですけども、今日はね、あのその壁を塗装をしようと思います、うん、はい。で、今回使う塗料はこちらになります。でね、ブライワックスのジャコビアンとオールドウッドワックスのスモークグレイというものを使って、あの塗装の方をしていこうと思います、はい。で、今回特徴としては、まあ、この言わずと知れたブライワックスなんですけど、これですね、今結構着てると思うんですけど、塗るだけでちょっとかっこいいアンティークな感じになるというワックスなんですけど、その中でもね、ちょっとスモークグレーっていうベージュがかったものを今回はチョイスしました。はい。明るめの、ワックスを選んだ理由としては、前回の動画で紹介したこちらの壁なんですけど、が全体的にちょっと赤みが多いということで、今回このオールドウッドワックスはスモークグレーというちょっと明るめの色をチョイスしました、はい。で、これとあのブライワックスと、ちょっとブライワックスはあのアクセントとしてところどころ入れるような感じ で、これは全体的にいくような感じですね。で、ちょっとこの古材っていうか昔の雰囲気を出せたらいいなと思っております。はい、それでは早速塗っていこうと思います。はい、今回ですね、このブライワックスはあのスチールウールで塗っていこうと思います。はい、これ持ってて、はい。で、このオールドウッドワックスは布にしようかなと思ってるんだけど、この特徴としてはね、匂いが少ないんだって。あ、そうなんだ。うん、で、すごい塗りやすいっていうあのワックスで、まあ、これ、まあ、そこそこ匂いがするんだけどさ、まあ、これよりはブライワックスよりは扱いやすいんじゃないかなというところです。で、これは布で塗ろうと思うんだけど、まあ、状況によってこっちを使ったりちょっといろいろやってみようかなと思います。はい。で、どちらもですね、あの布なんかについたのをそのまま放置すると自然発火するっていうものなので、使い終わったらですね、水に浸して、まあ、袋かなんかにその布を入れて水をタップタップ入れた状態でも捨てるとか、うん、自然発火をさせない状況で処分をするようにね。本当に風になったら大変なものかな。ね、この DIY でこれじゃないでしょ。やっぱりワックスはね、この手袋をやっぱしないとね、うん、いいの持ってるね。なのよ、いいの買ってもらってね、うちの嫁さんにふーってせんね、ふーって、うん、バカなの。で、ちょっとこのブレンドの加減を見たいね。うん、だいぶ使ってるね。うん、こんな感じ。じゃじゃん。おー、すげー偏ってる。どういうこと？落としたからかも、さっき。ああ。私が。だ。ごめんなさいね。出た。こんな感じなんだけど、ブライワックスをちょっとじゃあ塗ってみようかな。はい。これでどういうふうに当てるの？もうそのブチって、そう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 。これでめっちゃ出てきた。これちょっとずつがいいんだよね。あ、そうなの。え、このまま？知らない。開けたらポソポソなんだかな。でもなんか、え、でも一枚のさ、くる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 ってしてるだけじゃない。あ、それでもいいんじゃない。このままこっち行って。うん。でもなんか変だよね。このまま使おう。うん。たくさんあるしね。はい。はい。ちょっと赤みのあるここら辺に塗ってみようかな。うん、試しにね、こうちょん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 とこうやってこんな感じで薄く、もこれはアクセントだからさ、うん、で、下のここはこの白身
白身さんにこういう風に塗ってと。白身と黒身を今ブライバックスのジャコビアンを塗ってみました。アクセントとしてね、こっちはちょっと試し塗り、こんな感じで。本当にあまり塗れないんだね。そんなもんなんだ。こんなもんだよ。へえ、ちょっと大変そうだね。こんな感じね、とりあえず、で、このオールドウッドバックスを塗ります。これをね、でもったいないから缶の後ろについたのを使います。いっぱいついてる。こういう風に取って、まずこの、あの赤身の方ね、結構白いね。どんな感じ。赤身の方はちょっと分かんないよね、あんまりね。ちょっと離れた方がいいかな。あ、でもなんかかっこいいな。ブライワックスを塗ったところはなんかいいね。黒くなってさ。そうね。ね。あ、しかもこういうなんか粗い木でも伸びるよ。柔らか。柔らかそうだもん。ブライワックスに比べたら。柔らかいよこれは。これで何をしてるかっていうとさ、これはもう左官用の道具洗いなんだけど、昨日さ、この細かいところにさ、この塗料をすり込むわ。わかる。ほら、もうあのパレットの色になった。古いパレットの色で、すごいこれ。できれば1枚ずつ塗っていった方がいい。
はい、壁の方ですね、あの塗り終わったわけなんですけど、どうですか？結構ね、あのシックな感じで男前な壁になったと思います。で、今回このブライオワックスとオールドウッドワックスをあの混ぜて使ってみたわけなんですけど、まあいろいろやってみてですね、あの一番いいやり方っていうか、まあ僕的に一番いいやり方なんですけど、このオールドウッドワックスをスチールウールでさーっと全体的に塗った後に、このブライワックスをですねアクセントとして入れていった方がいいような気がします。で、今回はこちらはですね、スモークグレーという色で、今このブライワックスがジャコビアンなんですけど、色のバランスがこっちが明るくてこっちが暗いという色ですので、こっちの、オールドウッドワックスを先に塗ったんですけど、これがもし逆だったら、もしかしたら逆のパターンがいいかもしれないですね。で、暗い方を先に塗るとですね、ちょっと木の方に先に染み込んでしまって、この輪郭がぼやけないというか、結構ね、まあ、こちら辺がまだ若干、一番最初に塗ったブライワックスが目立つんですけど、今ここら辺とかですね。っていうのがあったりするから、今この、薄い方を先に塗って濃い方を後に塗って、でその染み込ませる時間差をね作ってあげてから薄く伸ばしていけば、まあよりいい壁になるんじゃないかなと思います。で、その塗った後に最終的にですね、今こういうこの左官の道具洗い機、ホームセンターに売ってると思うんですけど、まあ、こんな感じのやつでブラッシングをすると表面が今ツヤが出てですね、より綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。はい、今回ですね、このオールドウッドワックスを使った壁の塗装をしたわけなんですけど、どうだったでしょうか。まあ、初めて使ってですね、匂いもなくて、すごくこのワックス自体が柔らかくてですね、使いやすかったです。で、まあ、このブライワックスはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、若干匂いがするので、まあ、換気をしながらですね、ワックスの方塗ってもらえばと思います。はい、で今回の動画が良かったらいいねと、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days